菅信子は日本のエッセイスト、主婦。旧姓は姫井。菅直人元と内閣総理大臣夫人。1945年、岡山県浅草郡根高町にて生まれた。父は医師であり、母は政治家を務めるなど、姫池は地域の名門であった。兄生で15代目である。母親の姫井千恵子は根高町議会議員を務め、町議会議長となるなど、 地方政界で活躍した。また、祖父のカンミノルも医師であると同時に、久米軍会議員だった。そのため姫池は、普段から政治談議に花を咲かせる過程だったという、金光学園を経て、津田塾大学の英文科に進学した。紳士と半世紀の付き合いだという親友によれば、当初、彼女は大学の寮に入っていたんですが、3年生から菅。 直人さんの三鷹市の家で下宿を始めました。菅さんの父親と信子さんの母親が兄弟で二人は重視程度同士。信子さんが引っ越すとちょうど仕事の都合で菅さんの両親が三重に転勤になり菅さんと菅さんの姉、信子さんの三人が一つ屋根の下で生活するようになりましたという津田塾大学の学芸学部英文学科を卒業。卒業後も直人ととともに 東京に残るため、早稲田大学文学部の仏文化に、学士入学し、1970年に卒業する。1970年の冬、菅直人と結婚する。しかし、いとこ婚となることから、悲鳴家や関係の親族らから反対されたという。ジャーナリストの奥の修士によれば、信子さんから聞いたのですが、信子さんの母親が上京し、兄弟でも、 ある双方の親が顔を付き合わせて話し合ったそうです。ですが、そのうちに、日本は核武装すべきかどうかの大論争が始まり、結婚話はそっちのけ。何度か開かれた家族会議も、そんな調子で、最後は皆疲れて寝てしまっていた、と言っていましたねという。2010年11月13日、パシフィコ横浜にて、内閣総理大臣官直人 アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマと弁理士だったナオトが参議院議員である市川夫妻への選挙活動に紳士も参加した。ナオト自身が国会議員を目指し選挙に立候補するようになると紳士もその選挙活動に参加するようになり、生活者ネットとも強い信頼関係を築いた。また、鳩山みゆきと共に民主党に所属する 国会議員らの妻を集め選挙支援団体を結成し、お勝手と勝手連をもじったお、勝手レディースと名付けた。細川かよこらが参加。民主党候補の応援演説を盛んに行う。直人が内閣総理大臣に就任して、以降も第22回参議院議員通常選挙などで各候補の応援演説を行う。菅直人の内閣総理大臣就任後、 検討写真書からあなたが総理になって一体日本の何が変わるのを出版。発売後一週間で6000部を売り上げ、カンナオトが岩波書店から上司した大臣の売り上げ記録を抜いた。ファーストレディ、ファーストレディとの呼称は元首の妻を意味していると指摘している。大統領夫人ならファーストレディと呼んでも構わないだろうが、日本には皇后陛下がいらっしゃるのだから、 内閣総理大臣の妻をファーストレディと呼ぶのは皇后陛下をないがしろにする行為である特言を呈した。その上で首相夫人で良いのではないかと語った。内閣総理大臣としての適正2010年7月参議院島根県選挙区での応援演説にて民主党代表の菅直人と自由民主党総裁の谷垣定一を比較し、夫は政治家に向いていると思う。 首相に向いているかは私もわからない。でも、自民党の谷垣さんよりはいいと評した。週刊新潮136ページによると、信子さんの実家姫池は、江戸時代から代々続く医者の家柄、兄重氏で15代目だそうだ。一方、信子さんの母親は、根高町で町会議長を務めたこともあり、普段から政治団義に花を咲かせる家庭だったという。 ありがとうございます。